目をつけ始めた輩がいるようだ。セルセタの一件でもそうだったが、これからも迷惑をかけるようにしや、くれぐれも注意してくれ。そんな風に持ち上げてもこれ以上は何も出ぬぞ。礼を言うつもりが逆に私の方が励まされてしまったようだ。レオにも言われているが、私も本国における身の処し方を考えねばな。ともあれ、脱出しなければ何も始まらん。どうか最後までよろしく頼むぞ。必ずやり遂げられるはずだよ。でもその前にやっぱり伝えておかないとね。実は私ね、アドルさんに一つ謝っておかないといけないんだ。私たちってちょっと不思議な縁があったよね。お互いの意識を共有していたり、こうして一緒に旅をすることになったり、そんな中で私は心のどこかで確信するようになっていった。今の地上で最も輝く魂を持つのはこの人なんじゃないかって。そう、アドルさんを進化の守り人に選んだのは私なんだと思う。この先アドルさんにはとても辛い思いをさせてしまうかもしれない。私はラクリマサに抗ってきたつもりなのに、アドルさんにはたくさん助けられてきたのに、こんなことに巻き込んじゃって本当にごめんなさい。そんな風に言われるとなんだか恥ずかしいな。でも双剣ミストルティ、その剣があればきっと。やっぱり想念の力はアドルさんに受け取ってもらってよかったかな。本当は私が手にすることもできたかもしれないけど、やっぱりアドルさんと最後まで一緒に戦いたくて。うわ、ついにアドルさんにまで言われてしまったな。でも今考えてもこうするのが一番良かったって思ってる。そうだ、アドルさん、これ持っていてくれないかな。そう、これはお母さんの形見、私のみんなを助けたいっていう思いの原点かな。本当は威力を封じる指輪だけど、今はちょっと細工してあるからアドルさんの役に立つと思う。その剣と一緒に持っていてくれたら嬉しいかな。あこ
ちらこそありがとう。アドルさん、一緒に戦おう。最後まで諦めずにね。それじゃあ始めるかの。任すときな。